マーク・ブリスコは、アメリカ合衆国のプロレスラー。本名、マーク・ピュー。デラウェア州出身、ロー所属。兄 J ・ブリスコとのタッグチーム、ブリスコ・ブラザーズで活動している。兄である J ・ブリスコとのコンビで2000年5月に、プロレスデビュー。以後、兄弟タッグとして、CZW や、ジャッポなどの独立系団体を渡り歩き、2002年には、大日本プロレスへ来日を果たした。 ローには、旗揚げ戦から参加し、2003年11月1日には、ロー世界タッグ王座を獲得。同王座をめぐって、セカンドシティセインツと抗争を繰り広げた。2004年、バイク事故によって負傷し、プロレス王休業。2006年に開催されたローの4周年、記念大会に、J と共に復帰し、それ以降、ローを、主戦場に活動を再開する。 2007年2月24日、クリストファー・ダニエルズ、マット・サイダル組を破り、約3年ぶりに、タック王座を獲得。同年3月3日には、土井しげき、高木慎吾組に、リバプールで王座を奪われるものの、約1ヶ月で王座を奪回。それ以降、同年12月30日に王座を奪われるまで、タックチーム版絶対王者として団体に君臨した。 2007年1月には、プロレスリングの愛来日し、GHC ジュニアヘビー級、タッグ王座を獲得。同年7月に開催された、日テレ拝争奪ジュニアヘビー級、タッグリーグ戦にも参戦した。2016年1月4日、新日本プロレスのレッスルキングダム1に、矢野通の X として、J と共に参戦。バッドラックファレ、タマトンが、高橋博二郎との試合は、 ネバー無差別級6人タック王座選手権とされ、初代王者となった。翌1月5日には、後楽園ホール大会のメインイベントで、バッドラックファレ、ヤングバックスを相手に初防衛に成功。ダイビングエルボードロップカットスロートドライバー相手の片腕を相手の首に巻きつけて仕掛ける変形バーニングハンマー。小橋健太がネムネムダ破の名称で使用しているリストクラッチ式。 バーニングハンマーとは異なり、相手をアルゼンチン式に担ぎ上げて、オリジナルのバーニングハンマーに近い形で落とす。そのため、このアサン戦時には、使用を控えている。シューティングスタープレス、日本やアメリカの一部では、シューティングマークプレスと呼ばれる。コーナー最上段から場外に向けて放つことや、トラックの荷台、入場ゲートから放つこともあり、彼の代名詞的な技として知られている。 ブリスコサルトスプリングボードブリスコ、カッタースリングショット式、フットスタンプスプリングボード式コークスクリューボディ、プレスエルボーエルボースタンプエルボー、スマッシュバックエルボーバックハンドチョップチョップスマッシュ地獄、ズキブリスコバーレージ地獄キとチョップのコンビネーションから、レックラリアットに移行する、ラッシュ技。ブルースリー風の会長音と共に技を放つ。ナックルパートクローズライン。 エンズイギリビックブーツスーパーキックダイビングエルボー、ドロップスープレックススーパープレックス、ジャーマンスープレックスベリー2、バックスープレックス裏投げスプリングボードドゥームズデー、デバイスアニジェイトの合体にジェイが相手を肩車し、マークがエプロンからスプリングボード式にトップロープに飛び乗り、相手にラリアットを放つ。三角飛び式にリングからノータッチでトップロープに飛び乗り、反転しながら、 相手を倒すこともあり、バリエーションは豊富。巨大ラターをくぐり抜けて放ったこともある。カットスロートドライバーレッグ、ドロップコンボアニジェイトの合体位。マークがカットスロートドライバーの体勢で担ぎ上げた相手の頭に、ジェイがダイビングレッグドロップを放ち、そのままの勢いで相手の後頭部をマットに突き刺す。スパイクジェイドリラーアニジェイトの合体位。ジェイが ダブルアームパイルドライバーの体勢で相手を抱え上げ、マークがスプリングボード式に飛んで相手の足を捉え、二人でマットに突き刺す。シューティングスター、プレスレッグドロップコンボアニジェイトの合体位。ジェイト、マークがコーナー対角線上に登り、リング中央で仰向けに倒れている相手に、レッグドロップとシューティングスタープレスを同時に決める。レッドネック部にアニジェイトの合体位。 マークが、スプラッシュマウンテンの体制に相手を担ぎ上げ、J が走り込んで、ネックブリーカーに捉える。IWGP タッグ王座を手にするマークと J ネバー、無差別級6人、タッグ王座、ロー、CZW、フィッププロレスリングの新日本プロレスほか、アメリカのインディー団体を中心に多数獲得。ありがとうございます。